観光支部のしゅんです。今日はですね、ちょっとベッドの上の撮影でちょっと申し訳ないんですけども、簡単な動画をお届けしていこうかなと思います。以前、関東支部がですね、フジャンにね、指人形をいくつかプレゼントして、ちょっと末の紹介動画っていうのがね、上がったと思うんですけど、こんな荷物が今届きましてね、今日はですね、関東支部のチュンさんから来た贈り物なんです、これ。お、関東支部ありがとうございます。東北支部として恩返しのためにですね、いろいろと向こうの方にも送る予定ですので、ちょっと交換ビデオ日記みたいな感じでですね、お互いに開封し合う動画を撮れたらいいなと思ってますんで、ぜひ開封動画の方チュンさんもよろしくお願いしますね。今回ね、逆に東北支部から関東支部にね、ちょっとお礼のね、荷物が届いたので、今回そのね、喜びをね、生でね、お届けできたらいいなと思ってね、ちょっと動画にしました。で、今ね、ここに並んでる5体の指人形は、土日でね、ちょっと秋葉原行ってきた時に手に入れたこの指人形と救い人形の5体なんですけども、今回はね、この挨拶代わりにね、このお披露目になるんですけども、これはね、また別の動画で出します。なので今回はこちらのね、フジャンから届いた荷物の紹介になります。箱にね、フジャンってサインが入ってるんですよこういうね、ちょっとユーモアがあるのがね、彼のね、面白いところですよね。お、うん、はい、じゃあまずこれをね、紹介していこうと思います。UB ロボレッツ店からサンライズ編、このシリーズね、サンライズ編で終わってしまったんですけども、ザンボット3とザブングル、ね、これ多分ね、あれ東北支部からの動画でね、上がったと思うんですけども、実はね、この関東支部はこのね、ボトムズからね、スコープドッグっていうね、指人形はね、所持してたんですよ。こちらですね。で、多分フジャンはね、自分がこのスコープドッグ以外は持ってないってことをね、分かってる上で送ってくれたのかなって思います。ありがとうフジャン。ああ、すいません。ここにもね、箱なしなんですけども、このラインナップの中にあるドラグナー1号、これのね、指人形も、これが箱なしですけども、指人形なんで別に箱に入ってる必要はね、ないですね。かっこいいですね。これね、関東支部ね、ちょっとロボット在庫が弱いので、こうやってね、ロボットをね、重視に送ってくれたのがね、非常にありがたいですね。これ初代ガンダム。よくフジャンのね、動画でたびたび登場するガンダムですね。一番最初のガンダムをね、送ってくれるってのも、やっぱね、センスを感じますよね。ん？これ結構レアじゃねえの。こちら、わかりますでしょうか。ご当地ヒーローのね、マブヤーですね。マブヤーの指人形です。ちょっとでかいですね。で、結構軟質なソフビですね。はい。いや、すごいね。このチョイスが、やっぱわかってるよね。あー、これ欲しかったんだよ、マジで。初代ウルトラマンの科学特捜隊の科特隊基地ですね、これ。これね、ウルトラ指人形の中で唯一無二の、基地の指人形なんですよ。で、これね、一時期ね、売ってたんですけどね、やっぱね、当時子供だったんで、こんなんね、買おうとはね、1ミリも思わなかったので、で、大人になって欲しいなって思ってた時に、なかなか見つかんないから、ちょっとね、どうしようかなってね、ちょっとフジャンにね、相談したことがあって、多分それを覚えててくれて送ってくれたんだと思うんですけども、いや、本当にね、嬉しいですね、こういうのは。お、すいません、ちょっとね、指人形関係ないんですけども、アルティメットルミナスのウルトラセブン、これ一番最初のセブンですね。今リニューアルされてポーズが違うんですけども、僕はね、このファイティングポーズの
ウルトラマンを集めてるので嬉しいですね。いや、ありがたいな。これハイパーゼットンですね。これもね、まあ多分これはおそらく別にそんな探さんでもね手に入ると思うんですけども、たまたま持ってなかったんで嬉しいです。いや、ほんとね、打ち合わせしたかのようにね、分かってるチョイスでね、本当に嬉しいですね、マジで。あとは救い人形か。ちょっと待ってくださいね。並べます。お、これを。はい、これ、ドラゴンボールの、これドラゴンボール回ってね、ドラゴンボール Z をね、再編集したアニメーションが一時期放送されてたんですけども、その当時に出た救い人形ですね。いや、こんなんどこで手に入れたんだろうな、ほんと。よう見つけてくるわ、ほんとに。東京じゃこんなん見つかんないからな。しかもこれ、半券シール付きの新品ですね、これ。紛れもない新品です。でね、ドラゴンボール界の救い人形は、このね、今ここにある3体は、ちびこれバッグの指人形とね、全く造形がね一緒なんですけども、この亀仙人と魔漢光殺法のねポーズを取ったピッコロは救い人形だけのね立体なんで、すごくね珍しいんですよ。で最後に、ん、これ SD ガンダムのね救い人形だね。ほら、半券シールがあるのが救い人形の証拠です。これもね、ロボット在庫が弱いっていうね、情報を知っての荷物のね、このチョイスだと思うんですけども。いや、嬉しいですね。ちょっと並べてみましょう。はい。で、並べるとね、こんなにもね、荷物が入ったんですけど、ちょっとね、ありがたいですよね、ほんと。自分送った荷物が、ちびこれバッグと指人形、救い人形合わせた4つなんで、ほんと、ま、数が多いけりゃいいってわけじゃないんですけど、やっぱ数が多いし、しかもね、チョイスがいいんですよ。でね、関東支部、関西支部、東北支部ってありますけど、この3人のね、支部長は普段からすごい仲が良くて、情報交換もね、まめにするんですよ。で、その中でね、ちょっとね、在庫をね、物々交換して共有することがね、多々あるので、まあ、今回もね、そういったね、物々交換のね一部なんですけどもね、こういう感じでやっぱお互いのね、この必要としている指人形、救い人形をね分かってね、こう送ってくれるっていうのはね、やっぱこの、ね、支部長のこの次元って言ったらちょっとね、皆さんをね置いていくような言い方をしてしまって、申し訳ないんですけども、やっぱ普段からこう鍛えられた私たちだからこそできるね、このチョイスっていうのは、皆さんも別にそういうね、センスがいい悪いとか関係なしに、好きな指人形をね、好きな時に買ってもらえば全然活動になるのでね、ぜひこれからもね、続けていってもらえばいいと思います。ちょっと今日は眠くて、滑舌がね、悪いんですけども、今日はね、こういった動画になります。ありがとうございました。では。